チャールズ・ラムは、イギリスの作家、エッセイストである。特に、エリア随筆は、随筆の傑作と、評価されている。父は、インラーテンプル法学院の幹部、サミュエル・ソールトの筆書であった。ラムは、ロンドンに生まれる。1782年から1789年まで、クライスト・ホスピタル校に在学し、この時に、詩人のサミュエル・テイラー・コールリッジと信仰を結ぶ。 その後、南海会社に入り、短期間で東インド会社に転じて30年以上も務め、恩給をもらって退職した。1796年、姉メアリーが一時的な発狂の結果、ナイフで母親を視察した。ラムは結婚を断念し、精神疾患のため、不定期に発車に見舞われる姉の面倒を見続ける。副業として始めた分筆業では、姉メアリーとの協調、 シェイクスピア物語、エリアの筆明による、随筆、エリア随筆で知られる。日本では、福原林太郎のチャールズ・ラムデンが、読売文学賞を受賞し、戦後日本の読書会に広くラムの価値を知らしめた。同時代の批評家ヘイズリットは、ラムの作品の特徴を挙げて、時代の精神に順応せず、逆行する。虚栄や、自己主張に無縁で、控えめで繊細であること。 隠れたもの、遠いもの、それ自身の内在的な、沈黙した価値に立つものを好む。新しい顔、書物、建物、監修を厭う。と述べた。さらにラムの書物の趣味については、トバヤス・スモレットやフィールディングに通じ、ジューニアスやエドワード・ギボンはあまり読んでいないが、ロバート・バートンの、憂鬱症の解剖や、トマス・ブラウン、トマス・フラーの、偉人伝や、 ジョン・バニアンの聖戦といった特殊な古典を好んで読み、シェイクスピアとミルトンを崇拝している、とヘイズリットは言う。ドイツやフランスの文学や経済学にはあまり関心がなく、論争的進学については書物の受け売りで済ませているとも評されている。ラムは絵画や版画の良い鑑賞者であり、特にウィリアム・ホガースやレオナルド・ダ・ヴィンチに感服していた。南条武則 簡約エリア随筆通声編、ゲ、W. ヘイズリット、時代の精神講談者学術文庫、1996年、P400 から410。ありがとうございます。